直美のトラブルメーカー。皆さんトラバオ、高梨直美でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで11月も半ばになりまして、もうすっかりもう寒い。あと今年残すところ、こんな話がラジオからあちこちからやっぱり聞こえるようになりましたね。もうあと2ヶ月だ、1ヶ月ちょっとだね。それが喋る人によっていろいろ捉え方が違うんだなみたいなね。まだ2ヶ月あるって言ってる人もいれば、もう1ヶ月ちょっとしかないって言ってる人もいれば、その危機感といいますかね、自分のこの時間感覚の違いでいろいろこう感じ方が違うんだろうなって思いますね。皆さんはどういう風に考えます？あの時間ね、これ朝起きた時も一緒よね。なんかこう寝坊した時にあーってなって5分しかないっていう人と、5分あるから大丈夫って言える人と確かになんかね、できれば僕はまだこのぐらいあるっていう風に言いたいけど、もうこうしかないっていう実は思ってるけどそうするとなんかひゃーって余計なる自分がいるので、うん、まだあるっていうようにしてるかなそうなの。イベントね、今日あったんですけどもこの後ちょっと喋りますけど、それもね、もうイベントの開催の日まであーってやっぱなるもんね。あれもしてない、これもしてないみたいにやっぱなるんで、そうすると慌てやすい人ってやっぱ余計そういう風になるのでね、それはなんとか阻止したいところではありましたけどもさあ、ということでこの人は今週ものんびりしておりましたね。今週のチョロ、はい、参りましょうね。チョロさんはいつもこうね、だいたい猫を見てるとみんな気ままでいいなみたいなこと言いますけども、寒くなった割にはベッドにあまり来ませんね、今年は。そうなんですよ、ちょっと寂しいかなと思いつつですねそうなのね。でなんかこう腕の上に顎乗せて寝てくれたりとかするんですけど、そうするとこう、うん、手を伸ばしたりとかしてくるんだけどね、その、うん、俺の腕の上に手をこう乗っけてくるんですよ、ピョンって、うん、ちょっとさ、あの子供の時やんなかった、手のひらを誰かがテーブルの上に置きます、その上に手のひら重ねます、重ねて重ねて重ねてみたいな、パンケーキみたいな、なんかこうミルフィーユみたいな状態でやって、下の人が手をギュッて抜いて上の人っていうか誰かの手を叩いたらその人が一番下になるみたいなゲームやったことない？あるあるある。なんか、うん、これ何、昭和の遊びでしょこういうことするのって、ね、今時の子は全然知らないんじゃない、こういう遊び。何にもないからもう手叩いて遊んでたんだからしっぺとかねそうしっぺとかね、もう痛いからもう嫌だって言うんだけど、うん、そういうことを、あの猫はあの手の上になんか手を置かれると嫌な猫が多いんだよね。あ、そうだから手の上に手を乗せられるとスッて抜いてまたその手の上に乗っけ返してくるわけですよ、うんうん、っていうね、あのゲームみたいになるんですよ、こう、うん、下から抜いて上に乗せる、また手の上を手を乗せるとまた下から抜いてやる、それが普通のニャンニャンなんですけども、うん、うちのチョロはですね、まあチョロが腕の上に手を乗せてるんで、俺がその上に手の上に手を乗せます、と一回、うん、抜いて上に一回乗せます、うん、乗せ返されます、うん、でもう一回俺が抜いてその上に手を乗せます、そうすると、うん、チョロは乗せ返さずに上の方まで来るんだけど、それをヒュッと手を引き自分の方にそっと置くんです。もう無駄な争いはしない子なんですえ、もうあの上に乗せなくて結構ですみたいな、私はもうちょっと引きますねみたいな奥ゆかしいでしょ、めっちゃ可愛くないですかもうね、そういうとこもなんかもっともっと本当はやり合いたいんですよ俺は、うんうんうん、もうこうやってよく動画とかで見るじゃないですか、あれあれ絶対マウントを取りたい猫みたいななんかこうやってやるじゃないですか、それね、やりたいなと思うんですけど、チョロは、はい、わかりました、もういいですってこうねスッと引いちゃう奥ゆかしい子でございます。はい、ということでね、今週も高橋直澄のトラブルメーカー元気にいってみよう。ではまずは普通のお便りご紹介していこうかなというふうに思いますけども、オープニングでも言いましたけどもね、今日と言いますか14日はですね、コミックシームは15周年アニバーサリーということでね、フィカスパーティーというのをね、やって
ってきたわけでございますよ。ご覧いただきました皆さんね、ありがとうございました。これはね、当選された方なのでね、見られた方はラッキーだったなという感じでございましたけども、延期となっていたイベントということでね、まあこう配信という形になりましたけども、なんとかね無事に終わってちょっとほっとしてると言いますか、あ、終わってよかったなという感じがあります。なんともこのイベント、あれなんですよ、台本がね全部がこうお話というか物語でやるね朗読だけというかでしたので、あんまり俺全編朗読ってもしかしたらあんまり経験が実はなかったりとかもするので、意外とこう緊張していたりとかね、でいろんな役を、この4人出演者がいたんですけども、その中でいろんな役をこうねやり取りして、でね、まあ、BL という世界観のもなかなか最近本当になかったので、やはり皆さんあれですね、つわもの揃いでございましたので本番はすごかったんじゃないかなというふうに思いますけどもね。この盛り上がったフィカスパーティーでございますけども、イベントの朗読部分ね、今お話しした部分は抜きまして、その映像がアーカイブで残されるということなようですので、ね、まあこのイベントの雰囲気もう一度味わってみたいなという方はですね、ぜひ見ていただければなというふうに思いますけども、詳しくホームページなど見てね、その期間なんかも見ていただけたらなというふうに思いますけども、朗読の部分がないっていうことはあれでしょ、バラエティのとこだけでしょ。うわー、俺ろくなこと喋ってなかった気がするあそこだけかーってちょっと気がして、もうちょっとこうかっこよくやってたとこもあったはずなんですけどねっていうところで、生あったかい目で優しく見ていただけたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いしますね。まあね、これ皆さんのこの声でね、またね今度はちゃんとこう生でねお届けできるようにしたいなってね、関係者の方もおっしゃってましたのでね、そういう風になれるようにね、自分もなんかねできることがあったらやりたいななんていう風に思っておりますんでね、ぜひ皆さん応援してくださいね。今回ね見れなかった皆さんも多かったと思いますんでね、次の機会ぜひ楽しみにしてていただきたいなという風に思いますよ。さあもう一つお芝居関係と言いますかね、この間ね山田邦子の門の、まあ、今回は僕は映像出演ですので映像を撮影してきたんですけども、稽古がですねもう佳境に入っておりますので、もう皆さんこうピリピリしておるといいますか、なんかこう充実感があるというか、なんだろう、こう機運が高まってる感じの役者さんたちに会いましてですね、で僕はもうお久しぶりですみたいな状況で行ったんですけどもわーってすごくもうみんなになんかこう会った人には迎えていただきまして、でやっぱりこう前回から引き続きのキャストさんなんかもいらっしゃいますので、そういう方に会うとなんかねものすごくこうテンションが上がって、みんなでそこでこうね、まあ僕は花岡直哉という山田邦子さんの息子の役なんですけども、そのね前回と同じスーツとねパンツとかシャツを着させていただいたんですけども、撮影の時に、そしたらわー直哉さんだって言ってね、なんかこうやっぱり懐かしかったり、なんだろうな、そこに直哉としているんだなっていう感じがすごくあったみたいで、そういうの聞くとね、あーいいねこの雰囲気もねって思いながらねなんか変に緊張したりとかして、あ出た出たこの感じこの感じって思いながらね、うん、で今回はね前回も曲とか歌とか多かったんですけども、さらになんか今まででこの水木作品の中で一番多いんじゃないかっていうぐらい、その歌とかのナンバーが多いらしくって、でテニプリでね一緒の学校立会で一緒 の津田英介くんがですね、英介くんがですねの歌がなんか相当あるぞって相当この間も結構分量多いような気がしてたんですけども、それでも今回またさらにちょっと増えるみたいなところで、本人的には至って嬉しそうですよっていうふうには本人にはお会いしなかったんですけども、そういうふうに聞いたんでね、でしょうねって言ってきましたけど絶対嬉しいに決まってるよ英介くんのことだからって、まあ本人の言葉を聞いたわけじゃないからわからないんですけどね、その辺も含めてなんか盛り上がるでしょうから、ぜひね会場で見られる方もですね、まあ配信もありますのでね、配信で見られる方もね楽しみにしていただければなというふうに思います。紀ノ国屋ホールでですね、11月27日金曜日から12月3日木曜日まで、山田邦子の門2020国リンピックと題しましてね、歌に踊りにおバカにプロレスエンターテインメントバカ祭りということでねやりますのでね、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。
たいなというふうに思います。あの配信日はですね11月27と12月3日かな、舞台生配信ということですので、その辺もですねぜひホームページ合わせて見ていただけたらなというふうに思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。直哉がどういうふうに舞台上で出てくるのか、ね、なんかやらかしちゃったみたいですね、なんかやらかしちゃったみたいなので、その辺も含めて、ね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いしますね。さあということで、普通のお便りもご紹介しましょうかね。こちらはですね茨城県のカンカンマンゴからいただきました。ありがとうございます。いつも私と一緒にいてくれるノート、もう4冊目になります。まだ4冊って書いてありますけども、このノートの中身は全部直澄さんの曲をピアノ譜にしたものです。インデックスの数を見るとコツコツってすごいなって思っちゃいます。だんだん増えていくのが嬉しくて、いつもノートを並べてニヤニヤしています。いつも直澄さんの曲に導かれて、いつの間にか5000譜に向き合ってます。 A5 サイズのノートにも製本してミニチュアスコアみたいにしてあるので、このノートがいつでもどこでも一緒にいてくれます。楽譜を眺めているだけでも直澄さんの音楽の世界がパーッと広がってすごく楽しいんです。ノートそのものはいつもそばにいてくれる相棒と言えますが、ノートの中身はいつも私の先にいて、私の行く先を照らしてくれる私の道しるべですって書いてくれてますね。ありがとうございます。すごいですね、写真も添付してくれてますけども、うん、インデックス見ると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうのがだいたい4つぐらいはざっと見えますから、40曲ぐらいはあるのかな、うん、すごい。弾いたりとかはするんですかねこれ ね、うん、ぜひ聞いてみたかったり見てみたかったりするな。ね、確かに。だってうち楽譜ないもんね。基本ないね。ほとんど楽譜ないもん ね。小島翔がちょこっとギター譜を自分で、うん、あの書き起こしたりとかしたのがちょこっと残ってるぐらいで、他はコード譜とタイミングみたいなのしかなかったりするもん ね、うん、あとはその場でこうプリプロでやってきたやつを耳コピしたやつをやってもらうか、そのまま行くかみたいなところだもんね。そうだね、うん、そう考えるとこれってすごく貴重な確かに。でも耳コピなわけでしょ、だから楽譜がないわけだからね。そう考えるとさ、ピアノ譜にするってすごいなと思って、うん、なんかこういう風になんかこう作品をこう大事にしてもらうというかね、うん、まあ、道しるべって言っていただけるのもすごく嬉しいんですけども、こうやってこうなんていうのかな、本当に生活の一部にしてね、こうライフワークみたいにしてくれてね、うん、ずっとこうやって曲を自分のものにするというかね、まあ、曲って発売するとこうね皆さんのものだってよくおっしゃるね、言ってるアーティストさんもいるぐらいですから、うんうん、ね、みんながこう育てていってくれるんだよなっていうふうに思いますし、やっぱりライブでやるとね曲って生きてるんだななんていうふうのもやっぱ思いますからね。うん、なんかこのメールを見るとおおって思いますなんかでね、この作品をね大事にしてくれるっていうとですね、あれなんです、大事にしてくれるというか、もう本当に長い付き合いになりましたけど、デビュー前からですねよく言ってた、この番組でも何回か登場してたり話に出したりしてますけども、あの料理人の後藤裕二ごっさんね、この間おせちやってたよもうみたいな話もしましたけども、うんうん、この間ちょこっとねうちのサイトの方でも触れまして、うん、ファンクラブの方だったかな、質問に答えたんですけども、ごっさんっていうねお店を2年ほど前に自分でソロって言い方俺のあれだね個人店で出しまして、うん、それでごっさんっていう名前をつけまして、で看板を作ったんですよね。でも看板の文字ごっさんっていう文字をですねなんと書かせていただきまして、でそこのところにですねエメロースの時に獅子がいたんですけども、その中の虎をですね、うん、白虎をですねぜひ使わせてほしいなみたいなことをユージから言われまして、うん、虎年なんだってユージが、だからそういうのもあって僕は虎好きなので虎使わせてくれたら嬉しいなってことで、どうぞどうぞって言ってデザイナーさんに頼んで、じゃあごっさんっていう文字とそのごっさんっていう運の字をぐるっとこうデザイン的に丸くしたので、そこと虎の尻尾がちょうどこう合わさるようにちょっとだけそのデザイン上移動させてといいますか、デザインし直してもらって、デザイナーさんにね、でちゃんとこう看板に起こしてもらってっていうやつを作りまして、それからあとは落款って言って、あとハンコですね、ハンコみたいなやつもこう書かしてもらって、それもハンコに作ったんですけども、そんなのも全部こうお店にこう名刺になってたりいろんなところに出ておりましてですね、そのごっさんの文字がなんか恥ずかしいやら嬉しいやらみたいなねで
あの自分のお店を出す前からこうユージの料理が好きであのよく行ってたんですけども、そういう時にあのメニューとかこうやって書いたらみたいなこう酔っ払った直澄がですねあのカウンターで酔っ払いながらこうやってメニューをこうわーって書いたりとかしてたんですよ、うん、筆字で。その字がどうやらあのユージは気に入ってたらしくて、自分でお店を出す時には絶対直さんに書いてもらおうって思ってたって言ってくれててね、うん、でその作品とともに歌とかもね、ライブとかもよく来てくれてて、そんな中毎日こう準備するときは A to Z のアルバムを聴いてみたいな、この曲が鳴ったらもう出なきゃ間に合わないみたいなこともよくやるみたいなことも聞いたりとかしてたんでね、そういうところでなんかねたまに顔を出させてもらうと、あ頑張ってるなって、ものすごい頑張ってるやつなんで、手絶対抜かないんですよ。もうね、一人でそこまでやってたらきっと大変だぞっていうところまで全部やってるので、もちろんね手抜いたらダメなんでしょうか、いろいろこうあるじゃない、料理ってここは大丈夫かなみたいなところも意外とね本当にぎっちりちゃんとやらないと気が済まないタイプと言いますかね、うん、ちょっと心配しちゃうぐらい。だからこの間言ったねおせちもね、実は写真ホームページ見ると写真が載っかってるんですけど、うん、この間聞いたらね写真に載っかってない下の部分とかにもまだいろいろ実は入ってるでしょって、うん入ってるって言ったからもうもったいなさすぎるわって思ってもうちょっとこうね見栄えいいものだけシャッとやるとかしないんだねって言ったらしねえって言ってたから、多分ねおせちってこう食べるとおーんっていうみたいなのも多いかもしれないんですけども、ユージのおせちを僕食べたことないですけど、多分あいつのことだからもうお料理として美味しいものなんだろうなっていうふうに思いますけどもね、うん、まあごっさんのおせちはですねあれです、お店に受け取りに行ける方のみですからね、遠くの方はちょっとねよっぽど機会がないとっていう感じではあると思いますけども、うんうん、ぜひね、いろいろ落ち着いて、ね、楽に行けるようになりましたら、ね、普通のお料理も食べていただきたいなというふうに思っておりますからね、よろしくお願いしたいと思いますよ。さあということでね、ここでリクエスト行ってみたいなというふうに思います。兵庫県の鈴根鈴代鈴カステラからいただきました、ラブシェイカーハッピーバージョンということでね、先日から頭の中でこの曲がぐるぐると回っております。どんなに離れていたっていいさ、また出会えるから、アライブで楽しかったことなども思い出して嬉しかったり切なかったりいたしますということでね、リクエストもいただいております。ね、本当にそうですね、どんなに離れていたって良くないもの、そろ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 近くに行きたいもの、いろんな人とねということでお届けしましょう、高橋直澄ラブシェイカーハッピーバージョン。来てる世の中で見失いそうな時、ため息混じる闇にふと聞こえてきたレディウォーから、冷たく張り詰めてるエアーを溶かすような声がした。ちっぽけなフィールドでもがいていたけれど、光輝く明日に向かう10点ライブ DVD 直澄高橋アライブツアー2019ビール発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜、オンラインストア T ショップにて限定発売中。危なうねか、行くぜ。Hey!
たぜ、危なおだぜ、みんな元気かい、みんな元気かい、ふふ、リスナーから寄せられましたそれぞれのお悩みを私危なおでかが解決に向けてテレワークで行くぜいなコーナーでございます。なんか今週はいっぱい来たぜみんなからいっぱい来たぜ、でも関係ないね関係あるよ関係あるさあじゃあ最初のお悩みいくぜ、栃木県葵からいただきました。危なおでかさんはじめまして、こんばんは。はい、いらっしゃい。ハロウィン明けからずっと悩んでいることがあります。今年甥っ子が初めてのクリスマスを迎えるのですが、0歳児に渡すクリスマスプレゼントって何がいいのでしょうか。クリスマスの頃には5ヶ月になるのですが、赤ちゃんすぎてまだ好みもわからないですし、すでにいろんなおもちゃを持っているので迷っています。何でも解決してくれる危なおでかさん、初めてのクリスマスにぴったりなプレゼント教えてくださいって言っていただいておりますね。なるほど、これ困ったぜ基本赤ちゃんは何もいらないぜあげても親のものになるぜ、これをお年玉の理論って言うんだぜ高いもあげてもきっと子供のものにはならないぜ、かといって子供に高いもあげてもまたそれはそれで子供用の高いものあげても後で使わなくなるから物理的に親ももったいないような気もするぜ。だから多分5ヶ月ってことは、真面目に言うと本当にほら寝る時間が減ったりとか大変じゃない、まだ慣れないことだったりとかすると思うから、だからパパとママが喜ぶものとかちょっと頑張ってねみたいなので、あとはそのなんか写真撮ってカードにしてあげたりとか、そういう方がいいんじゃないかなって俺は思うぜ。普通、普通すぎて恥ずかしいぜ恥ずかしい。まあディレクターは革の立派な財布を買ってあげたらどうかなって言ってましたよ10年20年計画だねこれね。いい考えだけどね、アメリカンだよね、ちょっとね、アメリカンな感じがするんです。すごくこうね、な意識的な、そうこれおばさんからもらってたんだ、おばさんでいいのかな、ね、もらってたんだけど、お前が5ヶ月の時にもらったんだぜ、20歳になったから渡すぜって渡されるんでしょ重たいぜね、それはそれででもね、すごい思い出になるかもしれないね。ああいいと思いますよさあ次行くぜ、こちらは、群馬県阿長からいただいたお悩み行くぜ。危なおでかさん、トラボー、はい、トラボー。長袖を着る衣替えの時期ゆえか、金属のものに触れると静電気がバチッと起こります。車のドアを開け閉めするときや玄関の、扉を開け閉めするときも静電気がバチッと起こることがあるため、静電気が少々怖くなっています。危なおでかさんは静電気対策どうしてますか。危なおでかさんは静電気怖くなるときがありますか。危なおでかさんは静電気が起きただけでもその日の気分が憂鬱になったときってありましたか。質問攻めだぜ3個も聞かれたぜお得だね、3本パックこれはあれだよ、普通に言うとそういう細かいところに触る前に壁とかに手のひらでべったりタッチすると平気だぜ。怒りにくくなるんで、放電をするんですよ。これちっちゃいところから放電するから痛いバチンってなるんで、思いっきり面でそのね、壁とか木のものとかを触ると意外と電気抜けるぜ。まあ俺は全部体に溜めてトーって飛ぶ時の電気にしてるぜオーケー、全部蓄電。さあ次のお悩みいくぜ愛知県高見からいただきました。寒くなり朝布団から出るのが辛くなってきました。起きなくちゃ、でも布団から出たくない、猫と寝ていたい。昨日の夜戻ればいいのに、昨日の夜に戻ればいいのに、時を戻そうなんて思いながら5分10分と過ぎてようやく起きます。睡眠時間は同じなのに寒い季節は眠気も増すように思います。アブダモデカさんは寒い季節もシュタッと起きられますかって言ってますね。なるほど俺は起きられないぜ、またく起きられないぜ、全然起きなくてもいいんです。なぜならいいんだよ、5分10分で
幸せをもう一回感じられるんだぜ。これ最高じゃない？なんかわざわざあれだよ、ベップちゃんとかは知ってる？ベップちゃん、お笑いのベップちゃんは2時間前に起きてその幸せを味わうために1回6時起きだったら4時に起きるそうだぜ。それを考えたら5分10分で幸せを感じられる、これは見事にいい行いだと思うぜ。だから起きなきゃダメ、起きなきゃダメじゃなくて5分10分ああ幸せんって思ったらいいんじゃないかなって思います。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。さよなら、トゥーだ。さあ、ということでね、皆さんからのお便りお待ちしております。ということでここで一曲お届けしたいと思います。リクエストいただいております。なおに依存症の母からいただきました。なおちゃん、ウケンさん、トラボー、はい、トラボー。立冬も過ぎ、東京では木枯らし1号も吹きましたね。東北や北海道では初雪の、お便りも届いています。今年の冬は寒いのかな。本当ですね。会えない日の過ごし方リクエストします。ということでね、なおちゃんにも友達にも会えない日々が続いていて会いたくなったなって思いが集います。ということでね、会えた時に元気で笑っていられるように過ごしたらいいなというふうに思います。ということでリクエストいただきました。ありがとうございます。ではお届けしましょう。高橋直澄で会えない日の過ごし方。安心して会える日が来るといいですね。ということでお送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ、番組の感想、またジュージュージューシーズの今後のお題、チャーハン、2020年のハッピーへのメールをどしどしお待ちしております。そして解決に近づけたいことがある方は、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかに気軽に相談していただきたいと思います。俺も相談しようかな。今ね、届いたものがあるのよ、通販で。それをね、箱を開けた時に片付けながら、箱とかバリバリ壊しながら解体しながら箱開けちゃったわけ。そしたらその商品が不良品だった。完全なる返品するのに箱がねえっていう時はどうしたらいいかい。OK してほしいぜ。ということで、今週はここまでとなります。お時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみなさい。ていうのをまたねー。夜はないよ、だから泣いたっていいんだよ。僕が受け止めるから。ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐ。オンラインストア T ショップにて限定発売。
ドラマチックライブ DVD 直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜、この思い届けたい。